どうも、タイチです。今回はですね、またかなになってしまうんですが、キャラクターの名前をね、皆さんに考えてほしくて動画を撮らせていただいております。で、今回、自分の方から、みんなにちょっと伝えたいことというか、業務連絡的なところもいくつかあるので、先にね、キャラクターと出してしまいます。なので、よいしょ。はい、こんな感じと、まあ、男の子のキャラクターなんですが、設定がね、私立高校の高校生で、生徒会長で、デスマス調の喋り方、結構丁寧な言葉遣いをするっていうキャラクターの設定らしいんですよ。で、今まではその声をね、声優さんがこう喋ってくれたのを皆さんに聞いてもらってたんですよ。で、声優さん決まってるんですけど、ちょっとこちらの事情で撮ってなくてですね、この動画で使っていい用のこの声を、だから今回はその見た目と情報だけしかないんですが、もしよかったらこの動画のね、コメント欄に、この名前いいんじゃないっていうのをね、書いていただけると、まあ、全部かわかんないですけど、少なくとも下の名前はきっと皆さんからね、いただいたものからつけると思いますので、よかったらコメント欄の方によろしくお願いいたします。でね、いつもこのデータをもらった時に、自分が高校生とかさ、大学生だったら友達になれっかなっていう謎のね、ちょっと妄想をするんですよ。で、今回見て思ったんですけど、多分ね、厳しいと思う、自分は。ただね、なかなか信じてもらえないんですけど、自分、小学校と高校の時は、学級委員長とかちょこちょこやってるようなタイプだったんですよ。生徒会長やったことないですけど、なので、もしかしたらワンチャンあるかも、知れないけどね。で、まあ、そんなね、その妄想話はまあ置いといて、自分の方からね、いくつか伝えたいことがあるんですが、まず1個目がですね、このキャラクターも登場、今度ね、新しく登場する、自分が関わってる、イケボが囁く中学歴史っていうサービスが、まああるんですけど、まあ気になる方はぜひ概要欄の方にホームページのリンク貼っておきますんで見てみてください。で、そのサービスがですね、先日リリースされたんですけど、先週の5月9日からですね、じゃあ今ボリューム1、第1弾がね、こう、1年生、2年生、3年生配信されてるんですけど、その1.5倍速、つまり普通に聞くと結構ゆったりしたペースでこう問題を出してくれるんですけど、ちょっともっと早くしたいとか、例えば復習するときは2回目は早い方がいいっていう方もいらっしゃると思うので、1.5 倍速バージョンが、先週の5月9日からリリースされてますので、まあ、聞き放題とかでね、聞いていただいている方の方が多いみたいなんで、そういう方はまあ、いくつ聞いてもね、値段変わらないんで、そういう方はぜひそっちもチェックしてもらえたらと思います。で、二つ目がですね、明日5月16日に、続編のボリューム2が配信スタートになります。で、まあ、内容としてはね、前回の続編で続きにはなるんですけど、一個ですね、ぜひね、ちょっと聞いてる方はね、探してほしいんですけど、どっかに、1年生、2年生、3年生のどっかに、自分が、ハイチが出してるところがあるらしい。問題を。そう。ね、ちょっと聞いてくれるかい？その自分が、その3月9日っていうね、歌を前こうちょっと歌ってみたを出させてもらったんですよ。で、その時に、まあ、家に来ていただいてね、その、ちょっと音を収録させたんですけど、その時に、ハイさんちょっと試しに問題読むのやってみませんって言って、ああ、いいですいいです、みたいな感じでね、撮ったんですよ。で、正直もう歌うことよりも、その問題出すっていう方が難しくって自分の中でもう本当に、すっごい NG を出しながら撮ったんですよ。あ、こんな感じなんですね、とか言って。そしたらね、使ったらしい、それを。聞いてないぞ。ということなんで、正直で、その声優さんの流れの中にちょっと入ってるんだって。もし、聞いていただいてる方の中で、その、ハイチいたってなった場合、感想は、いや、へこむかもしんないけど、いましたよっていうのを、ツイッターとかに教えていただけると、多分ね、このコメント欄だと、その名前の、案でね、埋まってしまうと思うので、もしよかったらツイッターの方で教えていただけると、はい。嬉しく思います。よろしくお願いします。ということなんで、まあ、1.5 倍速、まあ、第2弾の 1.5 倍速はまた後日ね、追加になると思うんですが、まあ、明日から第2弾が追加されますので、ぜひね、まあ、気になる方はチェックしてみてください。では、話がね、ちょっと逸れてしまいましたが、今回はこの子のね、名前募集させていただきます。で、締め切りは5月の20日となっておりますので、よかったら、それまでにね、この動画のコメント欄に、ぼしぼし、どしどし、書いてみてください。それでは、よろしくお願いします。